牛水時にこんばんは。皆さんハロウィンも終わりましたが、いかがお過ごしでしょうか。今日は実体験の怪談、実話怪談をお話しします。以前にも一度だけ話したことのある怪談なのですが、もう1年以上前の話になるので撮り直しをしました。実家で起きた今までで最も恐怖したお話です。まあ前置きはこのくらいにして、早速話していきましょう。本編。この話は1年半ほど前のことになるんですが、その日は夕食後に自室で絵を描いていたんですよ。集中すると時間の進みも早いもので、気づいたら23時を過ぎていて、次の日も朝から仕事だったので、急いでお風呂に入って歯を磨いて、0時過ぎには布団に入ったんですよ。でも集中して絵を描いていたせいか、目が冴えてしまっていて全然寝つけなかったんですよね。仕方ないから眠気が来るまで布団に入りながらスイッチで動物の森をやってたんです。それでも全然寝つけなくて、気づいたら深夜2時を回っていて、これはさすがに明日の仕事に影響出るなと思ったので、明かりを全部消して部屋を真っ暗にして布団にくるまって無理やり寝たんですけど、そしたら夢を見たんですよ。これは持論なんですけど、夢って自分が寝る直前に見聞きしたことが反映されやすいと思うんですよね。寝る前に読んだ本の内容だとか、寝る前に見たテレビ番組の内容だとか、寝る直前に取った行動が夢に大きな影響を与えるんじゃないかなと思うんです。自分は動物の森をやっていたので、その影響かのんびりとほのぼのとしたゆるい夢を見てたんです。自分で作った島で動物たちとのんびり暮らす夢、もう途中からあ、これ夢だって自覚する瞬間なんかもあったりして、とてもほのぼのとした夢を見てたんですよ。それからどれほど時間が経ったかわからないんですけど、気づいたら楽しい動物たちとの夢が終わってて、自分は真っ暗な暗闇の場所にいたんです。よく見たらそれは自分の部屋で、ベッドの上で横になっていました。最初はただ目が覚めただけだと思ったんですけど、その暗い部屋を見回した時に、あ、これまだ夢だって気づいたんですよね。なぜなら部屋の隅に真っ黒い影の女が立っていたからなんです。なぜ真っ黒なのに女と分かったかというと、長い髪が揺れるのが見えたからなんだけど、その部屋っていうのが扉を開けると6畳ほどのフローリングで、一番奥の壁に大きな窓ガラスがあって、その真正面にベッドが一つ置いてあるんです。そのベッドの上に自分が横たわってるわけなんだけど、扉と壁をつなぐくの字の場所に先ほどの黒い影の女が立ってるんです。この部屋に女なんているわけないから、これは夢だって思ったんだけど、その光景をベッドで見ている自分がすごく夢うつつというか、時間と空間の狭間というか、非常に眠気が強い状態でクラクラしていたので、確認したいという気持ちはあるものの、気づけば重いまぶたを閉じて再び寝てしまったんですよ。その後どのくらい時間が経ったかわからないんですが、また目が覚めたんです。今度は金縛りでした。でも経験したことのある金縛りとはなんだか様子が違う。本来の金縛りというのは、氷漬けにされて肉体自体が硬直して動かないような状態のことだと思うんですけど、今回のは体自体は動かせるんだけど動けないんですよ。なんというか縄のようなもので縛り付けられて動けなくされてるような、そんな感覚があったんですよね。その妙な違和感に気づいて、そっと目を開けて恐る恐る自分の体に目をやると、体中を無数の白くて細い手が縛り付けて動きを封じてたんですよ。それを見た途端、ものすごい鳥肌が立って、もうパニックで頭ん中真っ白になって、とっさに自分が取った行動が、縛り付けてるその無数の手を振りほどいて、どうにか自分の両手を出して、体中の細くて白い手を掴んでは一個一個体から外してったんです。数の暴力というか、数えきれないほどの無数の手が体にへばりついてたんだけど、その細くて白い手は単体ではとても非力で力が弱かったので、簡単に外せることができたんですよね。掴んでは投げ飛ばし、掴んでは投げ飛ばして、どんどん自分の体に巻きつく細い手を一つ一つ外してったんですよ。次々に外していって、最後の一本、その細くて白い手を右手で掴んで放り投げた時に、自分の手が何か硬いものに当たったんですよね。妙な違和感があって、その瞬間ね、あ、これ人間の歯だって思ったんですよ。ちょっとやってみてほしいんですけど、右手の手のひらの親指の付け根、ここに何か硬いものが触れた感触があったんですが、口を軽く開いて親指の付け根を口に当ててみてください。歯に当たるでしょう。この感触が自分の手のひらにもあったんですよ。自分の顔の真横に何かがいるって思って、ベッドから上体を起こして、何かがいるであろう方向に振り向いた瞬間ね、窓ガラスから朝日が差し込んでたんですよ。もちろん振り向いた先には何もいませんでした。
なんだ夢かって思ったんだけど、妙な違和感があるんですよね。そう、右手にまださっきの感触が残ってるんですよ。何か硬いものが触れた感触です。感触があるってことは、そこに何か得体の知れないものがいたってことになると思うんだけど、この話の一番怖いのって、結局これどこからどこまでが夢で、どこからどこまでが現実だったんだろうかってことだと思うんですよね。で、この話にはまだ続きがあって、この経験をした後、なんか整理がつかなくて、ベッドの上でぼーっと天井を見てたんですよ。天井を見ながら先ほどの経験を振り返ってたんだけど、そしたらね、今さっき経験したばかりのはずなのに、時が経つにつれて自分の経験したことが徐々に記憶から消えてくのが分かったんですよ。これ、自分が心霊とか好きで常にオカルトにアンテナを張ってたから、こうやって怪談として記録に残せたんだけど、もしかしたら心霊体験って実は多くの人がすでに経験をしていて、自分の身にも幾度となく降りかかっているんだけど、その事象が曖昧すぎて何が起きてるのか全く理解できず、記憶の整理がつかないまま気づいたら忘れてしまってるだけなんじゃないかなって。実はあなたもすでに心霊体験をしているけど、記憶から消えているだけかもしれないよっていう話でした。結局何だったのかわからないし、リフォームしたばかりの実家で起きたことだからたまったもんじゃないんだけど、よかったらコメント欄にみんなの考察とか妄想とかいろいろ書いてください。では今日はこんな感じでおしまい。お疲れ様でした。バイバイ。